セントラルフォールズはアメリカ合衆国ロードアイランド州の北部プロビデンス郡に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口19376人だった。地域面積は1.29平方マイルしかなく、ロードアイランドというアメリカ合衆国で最も小さい、州の最も小さく最も人口密度の高い都市である。国内でも人口密度で 第24位である。ニューイングランドでは、ボストン市の人口密度より高い4自治体の一つでも、ある。セントラルホールズの名前は、ブラックストーン側にある滝から取られた。2010年5月、セントラルホールズ市は、破産管罪人の管理下に置かれた。2011年8月1日には破産宣告された。ポータケット市のすぐ北にあるので、検討されている。 選択肢の一つが同志との合併である。セントラルホールズとなった地域にヨーロッパ人が入る以前、ニップマク族、ワンパノアグ族、ナラガンセット族インディアンが領地にしていた。ブロード通り、1908年頃 US コットン会社、1910年頃セントラルホールズはフィリップ王戦争の時に大きな戦場となった場所として歴史的な重要性がある。 1676年3月26日、ナラガンセット族インディアンが彼らを追っていたマイケル・ピアース・隊とそのプリマス植民地部隊を待ち伏せした。植民地部隊のほぼ全員が殺され、9人は捕虜になって、後に近くのカンバーランドで拷問の末に殺された。9人の悲劇と呼ばれる場所に立つ石碑が彼らの墓所を示している。18世紀。 スティーブン・ジェンクス大医がブラックストーン川沿いにトリップハンマーと鍛冶屋を建設し、後にセントラルホールズの町となる場所の核を作った。他にもチョコレート屋など製造者が建物の中に店舗を築き、この新しい村はチョコレートビルと呼ばれるようになった。1824年、スティーブン・ジェンクスが町名にセントラルホールズを提案し、その後はこの名前が使われることになった。 当初、セントラルフォールズは、スミスフィールドの街中にある多くの村の一つだったが、1871年に急成長が始まり、街は、スミスフィールド、ノーススミスフィールド、リンカーンという三つの小さな街に分かれた。当時のセントラルフォールズは、リンカーンの街に属していた。リンカーンの街自体が急成長を始めたので、1895年に二つの街に分かれ、 セントラルフォールズ市が誕生することになった。セントラルフォールズの地域で最初のヨーロッパ人開拓者はクエーカー教徒が多数を占めていたが、後にはアイルランド、スコットランド及びフランス領カナダから多様な移民が入ってくるようになった。20世紀になるまでに市内に人口爆発が起こり、しばらくの間は国内で最も人口密度の高い町になっていた。近年は 多くのヒスパニック系移民が市内に今日構えるようになった。セントラルホールズは常に非常に多様な都市であり、1995年に思想節100周年をパレードで祝った時には、100以上の国が関わることになった。セントラルホールズは、北緯41度53分24秒、整形71度23分33秒、 北41.89000度整形7 1 3 9 2 5度、41.89000-71.39250 41. に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は1.3平方マイルであり、このうち陸地1.2平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は6.20%である。市内を ブラックストーン川が流れている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。市内の公共教育はセントラルフォールズ教育学区が管轄している。この学区はロードアイランド州教育省が資金を手当てし役員を指名している。2010年2月再建に失敗した学校について教職員組合が落ちこぼれ防止策の一つを受け入れなかった後で、 セントラルホールズ高校の教師と管理スタッフ全員が解雇された。落ちこぼれ防止法に従えば失敗したとみなされた学校は再建のために4つの選択肢がある。教職員組合は繊維モデルの下で長期25分を受け入れなかったので監督官は逆転モデルに進んで全職員を解雇することになった。次の教育年の初めには 教師の50%までを再雇用することが可能である。学校の卒業率は50%前後であり、11年生の7%は2009年の数学の成績が秀一だった。この学校は州内で最悪クラスの成績とされてきた。教職員組合は、教師たちがその職に再度応募しなければならないという要求事項に異議を申し立てる訴訟を起こした。 バラク・オバマ政権は教育委員会の肩を持った。2010年5月、教師たちは、長勤時間を受け入れて、再雇用された。2000年国勢調査によれば、25歳以上のセントラルフォールズ住民の5.9%が、学士以上の資格を有している。1895年から市内には、カトリック系の私立学校が少なくとも1校ある。 1908年には3校あった。1995年、3校が合併して、セントエリザベス・アンセトン・アカデミーとなり、元セント・マシューズ学校のキャンパスを使っている。現在は、市内で唯一の私立学校となっている。2010年4月25日、プロビデンス・ジャーナル・ブレティンが、チャールズ・リー・モロー市長による詐欺行為と汚職について衝述する記事を掲載した。その中には、 入札によらない契約や、高校の友人に対して、ほぼ200万ドルも高い資産料費を認めた見返りのディベートについて書かれていた。さらに同じ友人が、モローの家に6,875ドルのロー6,000ドルで納め、モローはそれを現金で払ったと言っていると報じていた。問題の友人マイケル・ジーブルシレットは、モローが何度か再選された選挙での貢献者だった。 これらの申し立てについては現在、ロードアイランド州警察が捜査している。セントラルフォールズ市財政の問題は2000年代に悪化した。これは、州が市や町の年金や年金受給者の健康保険への資金をカットしたためであり、2010年5月には破産状態宣言、さらに破産管罪人の管理下に置かれる宣言を行うまでになった。 2011年8月1日、セントラルフォールズ氏は、アメリカ合衆国法第8条第11項に、従って、破産を申請した。不債額は、手当のない年金と退職者健康保険の8000万ドルに、上り、年間予算1700万ドルの5倍になるとされている。ありがとうございます。